機関車トーマス。ミスティーアイランドのパーティーというお話。北風が吹き、とても寒いこの時期、ソドー島にはクリスマスが近づいていた。誰もがクリスマスを心待ちにしている。いろいろなところでパーティーやプレゼント、イルミネーションやクリスマスツリーがあり、笑い声が絶えなかった。ソドーレスキューセンターもワクワクした雰囲気に包まれていた。トップハムハット卿の事務所にはイルミネーションが飾られ、ハロルドは嬉しそうに空を飛んでいた。クリスマスツリーの到着だ。バッシュとダッシュ、ファーディナンドがミスティーアイランドのトンネルからやってきた。材木の集積場から丸太をたくさん運んできたのだ。気をつけてね。バッシュとダッシュ、ファーディナンドはその場に止まった。その木は何だい？何をしてるの？クリスマスに開くパーティーの準備をしているんだよ。何なの？クリスマスにパーティーって。会場をリボンやイルミネーションで飾りつけて、いっぱい遊んで笑って楽しく過ごすのさ。それに友達がみんな集まるんだ。すごく楽しそうだね。でもオイラたちはミスティーアイランドでパーティーをしたことないよ。どうしてだい？パーティーに来てくれる友達が誰もいなかったからね。その通り。でも今は僕らがいるじゃないか。それを聞いてバッシュとダッシュ、ファーディナンドは微笑んだ。そしてそのまま丸太を届けるため元気いっぱいに走り出していった。ブレンダムの港にやってきた彼らは目の前の光景にびっくりした。思わず見つめてしまう。わあ、すごい。とっても綺麗だな。空にお星様があるぞ。その通り。これはクリスマスに開くパーティーの準備をしてるところだ。ねえねえ、オイラたちもさ、クリスマスのパーティーをやろう。お前たちはパーティーのやり方を知らないだろう。いや、知ってるよ。僕が手伝おうか？いや、平気さ、トーマス。パーティーなんて簡単だ。君たちは来てくれるだけでいいから。その通り。元気に走っていくトーマスを見送ると、バッシュたちはパーティーの準備をすることにした。リボンとお星様がたくさん必要だ。それに飾りやベルもいるよ。ちょうどあそこにあるぞ。バッシュとダッシュ、ファーディナンドは港にあった貨車を見つけた。クリスマスの飾りが積まれている。これだ。バッシュはその貨車を運んでいくことにした。そして彼らは嬉しそうに笑い合いながら港を出ていった。マロン駅にはヘンリーとゴードンがいた。パーティーを開くんだ。一晩中やる予定だよ。みんなで遊びに来て。楽しいよ。その通り。何か手伝おうか？いや、平気だよ。バッシュとダッシュ、ファーディナンドはミスティーアイランドに戻ってきた。とてもワクワクしていた。ねえねえ、ところでさ、飾りやベルってどこにつけるのかな？それにリボンやお星様は？バッシュとダッシュ、ファーディナンドは考えた。全然知らないや。分かったぞ。オールドウィージーにつけたらいいよ。賛成。しばらくしてオールドウィージーはいろいろな飾りでいっぱいになった。バッシュたちはとても満足だった。もっとたくさん飾りが必要だ。ソドー島に戻らなくちゃ。ファーディナンドは残ってツリーを探して。よし、任せて。ファーディナンドはツリーを探して丘を走った。ホローツリートンネルを抜け、
古い機械の下も通った。そしてとうとう彼はツリーを見つけ出した。クリスマスツリーにぴったりだと思った。一方バシとダッシュは粗銅島へと向かっていた。ブレンダムの港で別の貨車を見つけた。彼らは楽しそうに貨車を運んでいった。メイスウェイト駅にはパーシーとトビーがいた。オイラたちパーティーをやるよ。一晩中やるからね。トップハムハット卿を連れてきてよ。きっと楽しいよ。その通り。何か手伝おうか。いや平気だよ。ミスティアイランドではヒーホーにもキラキラした飾りがつけられていた。ベルやリボンや星の飾りだ。バシとダッシュは大満足だった。完璧。ここにクリスマスツリーもあるよ。あれ変だな。おや変だな。クリスマスツリーってこんなだったっけ。どうだったかな。お星様を飾れば大丈夫だよ。その通り。その時バッシュとダッシュ、ファーディナンドは汽笛の音を耳にした。粗銅島のみんながやってきたのだ。パーティーを始めるぞ。ようこそ我らがミスティーアイランドのクリスマスパーティーへ。その通り。その時問題が起きた。オールドウィージーとヒーホーからもくもくと黒い煙が出てガタガタと揺れ始めたのだ。キラキラした飾りやベルが下に落ち、リボンや星の飾りも大きく揺れた。それからオールドウィージーは回転するとクリスマスツリーを空高く放り投げた。そしてツリーは池の中に落ちてしまった。これは一体どういうことなんだ。バッシュとダッシュ、ファーディナンドは落ち込んだ。オイラたち最高のパーティーを開きたかったんです。それなのに失敗しました。その通り。手伝いを断ったせいでこんなことになってしまって。本当にごめんなさい。今からでも手伝ってくれるかな。もちろん手伝うよ。一緒に準備しよう。その通り。トーマスはファーディナンドがツリーを選ぶのを手伝った。クランキーは自分の星を貸してあげた。珍しいこともあるんだな。子供たちはバッシュたちにみんなで用意した手作りの飾りをプレゼントした。この飾りをパーティーに使って。しばらくしてトップハムハット卿とトーマスたちがパーティーのために再びミスティアイランドに集まってきた。バッシュとダッシュ、ファーディナンドは辺りを見回すと嬉しくて思わず笑顔になった。彼らは誇らしい気持ちだった。手伝ってくれてどうもありがとう。それに友達でいてくれてありがとう。みんなのおかげでとっても素敵なクリスマスパーティーになったよ。みんなメリークリスマスだね。メリークリスマス。ミスティーアイランドのパーティーというお話でした。旅に出よう、遠いところへ、世界中を巡ろう、すごい冒険が待っている、たくさんの発見が待っている。 Let's go! トーマスたちの旅は続く。